こんにちは、カオルです。2021年1月29日、楽天モバイルの新料金プラン、楽天アンリミット6が発表されました。1GB 無料っていう予想を大きく超えてきた料金設定に、鼻血が出るほど衝撃を受けた人も多かったんじゃないでしょうか。私もすぐに鼻血を吹きながら申し込みを済ませました。この動画では楽天アンリミット6の料金システムと、現時点での一番お得な申し込み方法についてお話ししていきます。節約マスクのお金の話。楽天アンリミット6の料金プランは一つだけでこんな感じになっています。使ったデータ量に応じて料金が変わる仕組みになっていて、 1GB 以内だったら0円です。家の中では自宅の Wi-Fi につなぐようにして、外では動画とかを見ないようにしていれば全く通信料がかからない人もいるかもしれません。さすがに1ギガには収まらないよっていう人も、1ギガを超えて3ギガまでなら980円、3ギガを超えて20ギガまでなら1980円、20ギガを超えた場合はどれだけ使っても2980円です。激安ですよね。でも通話料金は別でかかるんでしょって思ったそこのあなた、楽天モバイルなら楽天リンクアプリを利用すれば国内通話は無料でかけ放題になります。いやいや、アプリを使った通話なら LINE とかでも無料でできるよって思うかもしれませんけど、 LINE 通話は LINE アプリを入れている知り合い同士で話すためのもので、普通の固定電話にかけたり携帯電話番号宛てにかけることはできません。でも楽天リンクアプリは普通の電話と同じような感じで、固定電話にかけることもできるし、携帯電話番号宛てにかけることもできるので、ほとんど通常の通話アプリと違いがないんです。データ通信が激安で通話が無料となると、楽天モバイルめっちゃすげえじゃんってなりますよね。これだけ安いとなんか怪しいなって考えちゃう、ウサギのように警戒心が強い人もいるかもしれませんけど、これは現在通信業界で勃発している価格戦争の覇者になろうとしている楽天の意地とプライドをかけたプランだからです。もともと楽天モバイルは楽天アンリミット5で2980円の使い放題のプランを出していました。確かに大手3社と比べればこれも激安だったんですけど、私たちのように格安 SIM で3ギガ1700円くらいで運用している節約家にとってはまだ申し込むような内容ではありませんでした。まあ1年無料のキャンペーンもやっていたんですけど、1年経てば2980円取られるようになるんでしょっていう感じで、私もあんまり興味がなかったんです。ただ菅総理大臣の日本の携帯料金は高すぎるっていう楽天モバイルの CM みたいな鶴の一声があって、まず大手3社が動き始めました。ドコモ、ソフトバンク、 au が20ギガ1回5分以内の無料通話付き2980円のプランを発表したんです。それができるなら最初からやれよクソ野郎っていう声が日本中に響き渡りましたけど、これは完全に楽天モバイルを意識した料金設定で、楽天モバイルの1年無料の期間が終わる2021年の春から始まるので、楽天モバイルは何か手を打たなきゃいけなかったんですね。そんな中、大手との差が詰まってしまった格安 SIM のマイネオが先に新プランを発表しました。それまで3ギガ1700円くらいでほぼ横並びだった格安 SIM の料金をぶち壊す5ギガ1380円っていう魅力的なプランを出してきたので、これは格安 SIM 業界でも競争が起こるのかなって思ったんです。だけど直後に発表された楽天アンリミット6でもう格安 SIM はオワコンになりました。今まで格安 SIM で通信量を節約してきた人はだいたい3ギガで通話料は電話した分だけかかるプランとかが多かったと思うんですけど、その人たちは今後無料通話し放題で980円の楽天モバイルに変更した方が圧倒的にお得になります。楽天がガチで狙いたいのは大手3社と契約している人たちなので、同じ容量で1000円も安くなるプランを作ったと思うんですけど、ついでに格安 SIM を使っている人たちも根こそぎ奪おうとしてきているのが料金プランから見て取れます。ラクマの手数料は値上げされて、楽天ゴールドカードのポイントは減額されて、もう楽天に期待はできないと思っていましたけど、いい意味で予想を裏切ってくれました。だから無料で怪しいとかそういう話じゃなくて、ただただ楽天が本気を出して腐った通信業界をぶち壊して全てを飲み込もうとしてるんです。もちろん1ギガ無料で使われたら楽天は全然儲からないです。というかむしろ赤字です。本来得られる利益をドブに捨ててます。だけど
何も捨てることができない人は何も変えることはできないので、今はこの楽天の攻めの姿勢に敬意を表して心臓を捧げて MNP することにしました。とりあえず動画撮影時点では申し込みでポイントがもらえますし、楽天アンリミット6は使わなければ料金もかからないので損をすることはありません。申し込まないのが一番の損という意味のわからない状態になっています。ただ適当に申し込むだけだともらえないポイントがあるので、概要欄に貼ってあるリンクを順番にクリックしてもらえるポイントはゲットしていきましょう。まずはカード会員限定エントリーで1400ポイント、リンクからエントリーしてください。そして楽天会員ランクに応じてエントリーすれば1200ポイントから1600ポイントがもらえるキャンペーンもあります。さらにスタートボーナスチャンスっていうのもエントリーで1000ポイントもらえて、あと申し込むときに紹介コードを入れれば追加で1000ポイントもらえます。そして最後に申し込みだけで5000ポイントから2万5000ポイントがもらえます。ちなみに最後の申し込みリンクはアフィリエイトリンクになっているので、私に紹介料が入るのが嫌な人は楽天モバイルスペース申し込みとかで検索してください。ちょっとキャンペーンがいろいろ重なっていて分かりにくいと思うので趣旨の一例をまとめます。楽天ハンドっていうスマホで新規契約すると、まず申し込みで24,999 ポイント、そこに他のキャンペーンとかのポイントが5000ポイント付与されて合計29,999ポイントがもらえます。それに対して自分が支払う金額は楽天ハンドの代金の2万円のみです。新規の手数料もかからないですし、月額料金も1年間無料で、1年終了後も1ギガ以内なら無料ですし、解約しても手数料はかかりません。要するに契約すればただで9999ポイントもらえて、さらにスマホと無料で使える回線もついてくるっていう状態が今の申し込み状況です。もはや申し込まない理由が見つかりません。これだけ本気なら楽天モバイルはもう CM も変えた方がいいですよね。思えばこの1年楽天モバイルの CM にはいろいろと変化がありました。楽天モバイルっていう声はでかすぎてうざいっていうクレームが来て、楽天モバイルくらいのなんかお風呂に入ったトイプードルかっていうくらい小さい音量に変わりましたし、日本のスマホ代は高すぎるって叫んでた両根倉涼子さんは主張が強すぎてうざいって言われて、日本のスマホ代は高すぎるみたいな、なんかもういっそのことを新垣結衣さんとかがやった方がいいんじゃないかっていう可愛い言い方に変わりました。だけど楽天アンリミット6ではもう楽天の本気度がビシビシ伝わっているので、もう一度攻めた CM を作ってもいいと思います。せっかく米倉涼子さんを起用するなら、まだ格安 SIM 使ってるの？ダッサい。格安 SIM が一番安い、そんな常識ひっくり返すみたいな煽り気味の CM を作れば、間違いなくどこの携帯電話会社よりも増えるはずです、クレームが。ということで格安 SIM 税から三大キャリア税まで全人類を取り組むことができる料金プランなので、興味がある人は申し込んでみてください。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。